構こう街見てると日本のお店とかは面白い。例えばタピオカ屋とかが多い。タピオカ。タピオカ決めないと。決めないと。そう。禁断症状が出てきた。そんな？震えてんな。そんなな？禁断症状。マジか。一番有名なら五十嵐かな。五十嵐じゃないですか。ほんま。五十嵐ですね。ほんまそれ。五十嵐です。一日タピオカだけで過ごせてしまう人もきっとね。多分いけますね。わあすごいな。知識だわ、勉強になるわ。ちょっとちらっと言ったけど、これ一体日本円でいくらだって迷ったら、うん、基本的には4倍しとけば大体やってる。4倍ね、うん、例えば今これタクシーの料金今これ160で出てるでしょ。そしたら4倍する。160日本円でいくらかなと思ったら、160の4倍で24で640円ぐらいかな。今ちょっと安くなってて、今4掛けって言ったけど 3.5 掛けぐらい。音楽してまあちょっと低いかなぐらい。そう、それはちょっと低いぐらい。だから今まだ600円いってないぐらい。なるほど。そっか、なんかすげえ変な感じすんな。車線が逆だからな。台北ステーション。新幹線通るんだ。でかかったね。ブーブランドですよ、ブーブランド。あ、もうこれが台北ステーション。わー、すごいね。でっかいわ。なんか駅って感じあんましないね。日本語でしょ。日本語。日本語です。トラック。台湾へようこちら。あー、你们住的饭店离巴士站高铁都很方便。やった。バスがとても便利なんだって。嬉しい。すごいいい情報。いい情報。这里是市中心的中心点。めっちゃ教えてくれるやん。おお。父さん。おお。伊達さんの笑顔が。やった。結局アクセスやなと思って。你们都是好朋友还是同事呢？友達ですか？ Yes! 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 Good friends! Best friend! Best friend!
嬉しいね、こうやってコミュニケーションを取ろうと思ってもらえるのが嬉しい。トップの方々すごく人が温かいことに有名ね。你们日本人都很亲切，我去日本玩过，非常好玩。日本語は真実です。私は日本の日本語はとても真実です。私は日本にいてとても楽しいです。行ったことがあるんだ。我去北海道函館。もうなんか泣きそう。綺麗でしょ。綺麗。そう、日本語上手なの。うん。先生。先生。ありがたいね。いい人やったね。あ、ありがとう。なんかすごい。なんかすごいぞ。値段重視だったからマジあんま期待ない。一応めちゃくちゃいいよね。そうだね。こっちは国際線だから、まあ、全然違うでしょ。もう台北だから。
そうそう、うん、規模が違う。へぇ、近くでやっていいよ。すごい。わぁ、なんか、え、こんな床にいい感じに座れるの。誰かと座ってさ、すごい引き目で撮るからさ、桃井を探せとか。行った行った。あんた行ったぞ。じゃあちょっと本日は映さずに、まあ我々の方を映して、ええ、じゃあこの石を探さないといけない。はいはいはい。じゃあ、あ、やってる？あれ？あー、いい感じに。あ、本当？はい。じゃあまあレベル、まあなんちゃんを探せですよね。そうですね。なんちゃんは、もう世代バレるわ。レベル2ぐらいじゃないですか。はい。え、マジわかんないんだけど。いや、バリバリわかりますよ。あ、わかった。バリバリですよ。わかった。わかりました。もう一人は、もう一人はよ、もう一人はよ。まずね、ソロの人が少ないから。もう一人あれか、違うな。金髪探せ。金髪じゃないからね、今もはや。え、どこ？え、わかんないよ。あいつどこ行ったの？めっちゃわかりやすい。麦はわかる。はい、麦さんでした。麦さんの先に、目線の先に桃井がいるのか。あ、桃井だ。ランウェイ歩いてるみたいな感じで来とるけど、ちょっと多少風で歩いてきて、気取って歩いてきて、ランウェイで。私たちの私が分かったでしょうか。めっちゃ分かりやすかったよ。私テンポどこ、桃井を見つけてないの私。